こんにちは、リーキッチンです。8月31日水曜日の島パトに行ってきました。今回はムーさんと星玲奈さんとスザンヌさんとユミさんのコラボ商品が出ましたね。他の方も出てるかもしれないんですけど、私はこの4人の方の商品をじっくり見て、欲しいのをある程度決めてから島パトに行ってきました。その中でも試着をして自分に合った商品を購入してきました。それでは早速ご紹介します。1点目はこちら、ユミさんの靴です。素敵ですよね。コーヒーです。画面に映ってるよりはもう少し濃いめのベージュです。茶色が欲しいなと思ってたんですけど、茶色はオンラインとあと一部店舗の限定販売なんですね。で、黒と履いてみて、こちらが結構高見えしたので購入してみました。いつもは普段24センチの靴を履いていて、島村さんの靴は LL を購入するんですけども、今回は L サイズでも少し大きいかなっていうぐらいの作りでしたね。こちら入ったところにすぐユミさんのコーナーがあって、靴と帽子とカバンが置いてあって、ですのでさっとゲットすることできましたね。ですのでこのカバンも一緒にさっとこう手に取ることができて、もう一種類綿素材の方もあったんですけども、かぶってみた感じこちらの方が私にはしっくりきたのでこちら選びました。これはウール 100% です。素敵ですよね。税込み価格1419円。こちら3色ございましたね。あと白とベージュがございました。こちらは税込み価格2420円です。こちらは黒とあと茶色もございます。素敵ですよね。ちょっと履いてみますね。柔らかくて軽いので履いていてとても楽です。ヒールがないですし脱げないと思うので、長時間歩いても疲れにくいと思います。とても可愛いですよね。高見えしますね。どんどん履きたいと思います。帽子かぶってみました。サングラスですいません。はい、お次は星玲奈さんの V ネックのジャンバースカートです。こちら M サイズを購入しました。茶色もあってたんですけども、ジレとしても着れるんですよね。ですのでイメージした時にちょっと黒のジレが欲しいなと思って、はい、購入してみました。こちら後ろはスリットがついています。高めにしますよね。こちらもつるんとした素材です。こちら税込み価格が2420円です。品番が560-0784です。ワンピースの上に羽織ってみました。結構しっかりとした生地です。来月から、明日からですね、9月ですけど、まだまだ暑いので半袖にこういうのをちょっと羽織るだけで秋っぽくなりますね。あと両サイドに大きなポケットがついています。便利ですね、はい、高見えしますね。嬉しいです。あとで手持ちの洋服と合わせてコーディネートしてみます。はい、次も星玲奈さんのトップスです。こちらシアー素材ですね。少し透けています。流行ってますものね。あと首元も少しこう上の方まであるタイプです。こういったタイプも今年流行ってますよね、はい、こちらのジャンバースカートの中に着てもちょうど合うんじゃないかなと思って購入してみました。後ろはこんな風に可愛いね、可愛くなってます。ジャンバースカートの上に着てみました。結構ゆったりしてるんですよね。これ M サイズ購入したんですけど、袖も長めです。こういったぐらいで少しやっぱり透けますね。可愛いですね、はい、結構伸びる素材ですし全然ピッチピチじゃないんですよね。ですので身長160センチの私で、はい、M サイズで丈も結構お尻の半分ぐらい隠れるぐらい丈も結構長めです。かわいいですね。こちらは黒とあとブルーと紫の間のような色もありましたね。こちらは中白で M サイズ、品番が502-4902。
税込み価格1089円です。安いですよね。本当黒も欲しかったんですけど、まあ、とりあえず白購入してみました。5点目はムムさんのタンクトップです。いろんな種類ありましたね。あのカップ付きのタンクトップもあったんですけど、私はカップなしでバックスタイルがこんな風にレースになってるんですよね。背中が空いている服などは、はい、こういうのがあると安心ですもんね。とても可愛いですよね。こんな風にロゴもついています。こちらがとても安くて税込み価格539円です。こちらは、品番が3774388です。M サイズを購入しました。あとグレーと黒もブラックもありましたね。グレーも迷ったんですけども、とりあえず白だけ購入してみました。こういった服中に着てもいいですし、重宝すると思うんですね。それでは手持ちの洋服と合わせてコーディネートしたいと思います。本日購入しました星麗奈さんのトップスにムムさんのスカーチを合わせました。足元はユミさんのパンプスと、あとユミさんの帽子もかぶりました。ベージュと黒の2色のコーデ、秋っぽくなりました。ユミさんの靴、カジュアルにも綺麗めにも合うと思います。とても可愛いですね。つむりました。スカーチを星麗奈さんのジャンパースカートに変えました。後ろにスリットが入っていて足さばきも楽々です。高見えしますね。中に星麗奈さんのジーパンを履いてジレ風に着こなしました。ガラッと変わりますね。ジャンパースカートとは思えませんね。中にテラさんのラフなパンツを履いてみました。でも素材も似ていて、なんだかセットアップみたいですよね。はい、首元もしっかりと高さがあって可愛いですね。はい、いかがだったでしょうか。購入品紹介は以上です。少しでも良いと思ってくださったなら高評価を、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。